ブラック企業大賞 第5回目に今年になりますが、のノミネート企業発表の記者会見を行います。今回は10社、ございますので、ちょっと長い時間になるかと思いますが、お付き合いください。まず1社目、株式会社エイジス。この会社は千葉県千葉市に本社を置き、ジャスダックにも上場する棚卸代行業者です。スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど小売店を顧客とし、同社ホームページによれば、連結売上高218億2900万円、従業員数686名、全国に直営50拠点、 FC フランチャイズですね、36拠点を要すると。同社は2016年5月19日、違法な長時間労働を行っていたとして千葉県労働局から是正勧告を受け、同日厚生労働省により社名を公開されました。厚生労働省の発表によれば、エイジスは4カ所の営業所で合計63人の従業員が月100時間を超える残業を、違法にさせられており、1ヶ月あたりの時間外労働が最長で197時間に及ぶケースもあったと。厚労省では2015年5月から複数の事業場で違法な長時間労働を行う企業に対しては、都道府県労働局長が是正指導した上で企業名を公表するとの方針を決定しております。エイジスの事件は実際に公表された全国初のケースとなったものです。こうした実態等からですね、ノミネートいたしました。2社目、株式会社電通。同社は広告代理店として日本において最大手企業であります。2015年12月25日、24歳の新入社員、高橋まつりさんが長時間労働の末に自殺してしまいました。その後、労働基準監督署はこれを過労によるものとして、労災として認定いたしました。これは今年のことです。時間外労働が月105時間であったということが報道されております。これに加えて、働きたくない、1日の睡眠時間2時間はレベルが高すぎるなど、彼女が残した過酷な労働実態を示すツイート、ツイッターでのツイートですね、の数々も明らかとなっております。加えて上司によるパワハラを疑わせる書き込みまで残っておりました。電通では、殺されても話すな、目的完遂まではなどの鬼十足に象徴される経営側の精神君のもと、13年前には入社2年目の男性社員の自殺が過労死と認定されております。また3年前にも30歳の男性社員の病死が過労死と認定されています。こうした状況下、電通は十分な改善策を実施 しませんでした。厚生労働省は10月に抜き打ちで電通本社への強制捜査を実施し、労働時間を正直に申告させず過小報告させる組織的な体質も浮かび上がっているところであります。3件目の過労死ということですので、ノミネートいたしました。3社目、株式会社ドン・キホーテ。同社は関東地方を中心にディスカウントストアを展開する企業です。2016年1月28日、東京労働局は同社と店舗を担当する社長や店長ら計8名を東京都内の店舗で従業員に違法な長時間労働をさせたとして労働基準法違反容疑で東京地検に書類送検いたしました。サブロック協定で定めた時間外労働の上限である3ヶ月で120時間を超えて、最長415時間45分もの時間外労働をさせた疑いとのことでした。親会社のドン・キホーテホールディングスは、深くお詫び申し上げる、グループ全体で労務管理に関する指導が不足していた旨のコメントを発表しております。2016年11月9日、ドン・キホーテ社は2014年10月から2015年4月の間、都内3店舗の従業員4人に対し違法に時間外労働をさせたとして、東京簡易裁判所から略式命令が出され、罰金50万円を納付しているところです。なお、支社長ら8人は不起訴処分となっております。こうしたその組織的な長時間労働で、罰金まで行っているということもありましたので、ノミネートしております。4社目、株式会社プリントパック。同社は印刷サービスを行う企業であります。2010年3月、入社1ヶ月半の新入社員、当時26歳の方が印刷機に巻き込まれて死亡する事故がありました。労働組合の全員総連京都地連によれば、当時会社はこの悲惨な死を業務遅延の理由として機械の不具合と発表したというのことです。同社では過密労働で離職率も高く、自らも月80時間前後の過労死ラインとみられる残業を繰り返していた労働者が、2013年に組合を結成しました。この組合結成に対し、会社は組合員に対して配点を命じたり、残業時間の長さを会社への貢献度と査定して、組合員に対し昇給差別や夏季年末一時金などのボーナスを支給しないなどの扱いをしました。
同労働組合が京都府労働委員会に救済を申し立てたところ、2016年7月不労意は同社による労働組合への不当労働行為を認め、賃金や賞与の差額を支払うように命じました。同社はこの命令を不服として中央労働委員会へ、再審査を申し立てております。労働組合に対する差別的扱い、またその原因となった人が亡くなったということに対する、その発表の問題ということを合わせてですね、ノミネートいたしました。5社目、関西電力株式会社。同社は近畿地方などを営業区域とする電力会社であります。2015年4月20日、高浜原発1、2号機の運転延長申請を担当していた管理職の男性が自殺しているのが見つかりました。報道によれば、男性は技術系管理職で、原子力規制委員会へ提出する工事計画を担当していたとのことです。日々規制委の対応に追われ、同年1月には1ヶ月の残業時間が100時間を超えるようになり、2月には200時間、3月以降は都内のホテルに滞在しながら業務に当たるようになっていたとのことです。なお男性は労働時間規制が一部適用除外される管理監督者扱いとのことでした。男性が亡くなったのは審査が合格となった当日。男性が担当していた高浜原発1、2号機は2015年7月7日の期限までに審査手続きを終えなければ廃炉が濃厚だったと言われており、男性に大きな重圧がかかっていたとみられます。労働基準監督署は、今年、男性の自殺は長時間労働による過労が原因だったとして労災として認定しております。長時間労働の末にですね、大きな負荷をかけて、亡くなったということでノミネートいたしました。6社目、佐川急便株式会社。同社は主に運送事業を行う企業であります。2010年3月佐川急便に入社した男性は東北支社仙台店で経理などを担当しておりました。ところが2011年12月にうつ病の診断を受け、同月26日に自宅において制服姿で首をつって亡くなっておりました。2012年2月遺族は仙台労基署に労働災害の申請をいたしましたが、12月に不支給処分となりました。その後訴訟が提起されています。その訴訟がですね、2016年10月27日に仙台地裁で判決がありまして、判決によると男性は直属の上司から日常的に仕事のミスで注意を受け、自殺する直前にはエアガンで撃たれたり唾を吐きかけられたりする暴行や嫌がらせを受けていたといいます。SNS にもその旨を投稿したり、自らのスマートフォンにもいろいろ頑張ってみたけどやっぱりダメでした、薬を飲んでも励ましてもらっても病気のことを訴えても理解してもらえませんでしたと書き残しておられました。上司はうつ病になり退職したいと訴える男性に、そんなの関係ない、迷惑かけられて大変だったと残務処理を指示していたといいます。判決は一連の行為を社会通念上認められる範囲を逸脱した暴行または嫌がらせ行為とし、うつ病発症は業務上のものであると認めたということです。かなり凄惨な、嫌がらせ、パワーハラスメントが判決上認定されておりますので、ノミネートしております。7社目、佐藤レストランシステムズ株式会社。大阪市中央区に本社を置き、和食佐藤、寿司飯、三店などの飲食店を全国展開する東証一部上場企業であります。報道によれば、同社では2008年4月から2015年11月までに長時間労働や残業代の未払いなどで全国の労働基準監督署から18回にわたる指導を受けてきましたが、度重なる指導にもかかわらず改善が見られなかったことから、2015年12月大阪労働局の家督が強制捜査に踏み切ったと。また16年9月には本社と大阪府内の4店の従業員計7名にサブロック協定を大幅に超過する残業をさせ、さらにその割増賃金の一部が未払いだった労働基準法違反の容疑で、法人としての同社のほか同社の事業推進部長や店長など計5名が大阪地検に書類送検されております。なお同社では家督の強制捜査を受け、15年12月に調査委員会を発足させており、その結果判明した約650名の従業員に対する総額4億円余りの未払い賃金を払ったといいます。18回指導を受けても治らなかったということで、ついに家督に入られてようやく重い腰を上げたというところもありますので、ノミネートしております。8社目、社と言っていいかどうか、宗教法人仁和寺。京都市右京区にある真言宗の総本山寺院です。1994年には世界文化遺産にも登録されております。2013年、仁和寺が、境内で運営する宿坊、御室会館ですかね、の元料理長の男性、当時、判決当時58歳、が長時間労働により精神疾患を発症したとして、
同事を相手取り、慰謝料や未払い賃金の支払いを求めて提訴いたしました。2016年4月12日、と京都地裁は男性の訴えを認め、合計約4200万円の支払いを命じております。判決は控訴されませんでしたので確定しております。男性は2004年12月に料理人として仁和寺に正規採用され、翌2005年から料理長として調理や献立作成などを担当。しかし2011年春頃から時間外労働がほぼ毎月140時間以上、多い月では240時間以上、年間の勤務日数が356日、うち349日は連続出勤という極めて過酷な長時間労働、これは判決の引用です、を強いられました。男性は2012年8月にうつ病になり、休職を余儀なくされたが、仁和寺は料理長は管理監督者であるとの理由で、時間外手当や休日手当を払ってなかったということです。判決で、かなりの長時間労働を認定されていますし、まあ、日本の誇る世界文化遺産のお寺での出来事ということもありますので、まあ、ノミネートいたしました。9社目、ディスグランデ介護株式会社、沢本舗の FC 企業です。大手デイサービス企業である株式会社日本介護福祉グループが運営する夜間ケア付き小規模デイサービス事業である沢本舗のフランチャイズ店舗、ディスグランデ介護株式会社に、労働基準監督署から是正勧告が出されました。是正勧告の内容は、沢本舗で働く女性に対する賃金未払いや休憩を取らせなかったことであります。この女性を支援する介護保育ユニオンによれば、未払い賃金はおよそ74万円になるといいます。同ユニオンに相談した女性によると、人手が少なく日勤では10名近い利用者を2人で見ることもあるため、利用者の入浴や排泄があれば1人で残りの利用者に対応しなければならない状態だったといいます。そのため勤務中はまともに休憩を取ることができないということでした。夜勤は1人体制で呼び出しもあるため、十分な仮眠を取れず、また日中できなかった事務作業を行っていたといいます。このように実際には休憩がなかったにもかかわらず、毎日1、2時間ほどが休憩時間として労働時間から引かれていたということで、労働基準監督署から指導が入ったということです。まあ、介護事業というのは今後重要な、まあ、事業であるというところですので、そこで起きた、まあ、休憩取れない、まあ、いわゆる長時間労働の一つではありますけれども、状態がありましたのでノミネートしております。最後10社目、日本郵便株式会社。同社は郵便事業の運営と郵便局の運営を行う企業であります。勤務していた男性、当時41歳は2011年4月から福岡県飯塚市の郵便局に勤め、6月からうつ病などで休職しておりました。12月に販売用の年賀はがきを受け取るため局を訪れた際、駐車場に停めた車内で心疾患のため亡くなりました。男性の遺族は、死亡したのは上司のパワーハラスメントによるストレスが原因だとして、同社に1億円の損害賠償を求めて提訴いたしました。2016年10月26日、福岡高裁で判決が言い渡され、死亡とパワハラの因果関係は認めませんでしたが、裁判所は局長が同年5月の面談で、いつ辞めてもらってもいいぐらいだと発言したことなどをパワハラと認定し、男性のうつ症状悪化との因果関係を認め、同社に330万円の支払いを命じました。なお、一審でも、遺族の訴えは一部認められておりまして、220万円でしたが、高裁で増額されたという形になります。郵便の職場ではですね、2016年10月に愛知県新庄市の郵便局課長の遺族が部下からパワハラによる自殺として、部下からのパワハラによって自殺したとして提訴があるほか、埼玉新都心郵便局ではパワハラ飛び降り自殺として妻が2013年に提訴した事件が和解で決着しているなど、パワハラに関する問題が多数指摘されているところであります。そういったところからノミネートいたしました。以上10社ノミネートいたします。長時間労働やっぱり多いですね。聞きになってお分かりになったと思いますが、長時間労働がとても多いで、ですね、これ多分日本の会社の割とよくある、労務管理の仕方が、積もり積もって体質が表面化して結果かなっていうような感じの事例が多かったですよね。でやっぱり日本の企業ってメンバーシップ型とかですね、あと制約社員無制約社員みたいな言われ方をして、残業転勤といったような会社の命令は基本的に無制限に引き受けるのが正社員なんだっていうちょっと奇妙な定義がずっとされてきているわけなんですよね。
そのような体質そのものがやはり長時間労働とかですね、唾吐きかけたりいろんな暴力行為を行うとかですね、会社がやることは何でも引き受けなきゃいけないのだっていうようなことを野放しにしてきたんだろうなっていうことが今回の事例を見て改めて感じるわけなんです。ここに来て問題点としてきっちり表面化してきたということでありますので、そういうような視点で働き方を見直していくことが改善につながるなっていうことが今回のいろんな事例を見ていても改めて思い直した次第なんですね、ということが今回の特徴かなというふうに私は考えています。今年ですね、通年と比べて非常に特筆すべき傾向が事前にありました。それはですね、一般の方々からのはがきだったりですね、メールをかなりたくさんいただきました。で、これはこの会社をノミネートしてほしいというご要望なんですけども、それはですね、ジャニーズ事務所です。これは皆様ご存知のように、SMAP のマネージャーの方がですね、と会社との、トラブルというんでしょうか。私ども報道の限りしか事実関係は分かりませんが、こういうことが起こってですね、それ解散をするとかですね、いろんな話題があったわけです。で、ですから SMAP のファンの方からですね、はがきでだいたい100通前後届いております。それからメールでも、ちょっと数は正式確認カウントしておりませんが、数十件の、ノミネートをしてほしいと。ということですね。要するにジャニーズ事務所にはかなり問題があってですね、ファンである SMAP のメンバーが非常に苦しい思いをしているということで、これはジャニーズだけに限らず、おそらく芸能界というところでのタレントの方とそれから事務所とのですね、労働の問題ということも若干関係するのかなと思いますが、そうした声をいただきました。ただ、ですから我々も一応そういう声を受け止めてはおりますが、先ほど申したノミネート企業の選定理由ですね、そこのところと照らし合わせまして、今回はノミネートしておりませんが、やはりファンの一人一人の方がですね、非常に熱い思いを持って、はがきをたくさん書いてくださったりですね、声を届けていただいたということは、ぜひこの場でもご報告を申し上げたいと思っております。